まずは流行りのカツ丼が大集合。やっぱり大好き丼メニュー。静岡市駿河区用宗の商業施設港横丁にある魅惑の牛丼。今年1月にオープンしたカウンター席だけのカツ丼専門店です。看板メニューは最近流行りの焼きカツ丼。ふわとろの、卵焼きの上に揚げたサクサクのカツを乗せて、甘だれで食べていただくっていうような形で、カツ丼っていうとやっぱソースカツ丼とか卵で閉じたとじカツ丼ですよね。そういったのが一般的になってくるかと思うんですけども、それとちょっと変わった感じで。使用するのは国産の豚ロースおよそ 200g。 油200度の油でですね、6分間揚げさせていただきまして、でその後に、フライパンの方で卵を焼いていくという形になります。卵は絶妙な火加減で半熟状態のふわとろに仕上げ、ご飯の上一面に盛り付けます。そして一応醤油ベースにお砂糖とかを混ぜて、ソースのような形のちょっと甘くしたような、専用のタレとなっております。切ったカツにさらにソースをかければ出来上がり。まずはカツの分厚さに圧倒されます。そうですね、肉はジューシーですね。厚みがあるので火が通り過ぎず硬くならない程度に、上がる形になりますね。無料のタルタルソースで味変もできますよ。タルタルはこれもですね、自家製で作っていまして、ゆで卵をですねちょっと粗めに潰しまして、そこにいろいろとですね、ピクルスだったりとかマヨネーズだったりを加えて作っております。続いては国産牛のサーロインをおよそ 250g 使います。それが牛のレアカツ丼。こちらも今流行の牛カツを豪快に乗せて丼にしちゃいました。やっぱ中をレアの状態でお出ししたいので、もう本当揚げる時間を短くして、表面だけさっと火が通るような形で、そうですね、しっとり柔らかく、ちょっと甘みの肉本来の甘みが出るような形になってまして、赤身肉と甘だれが相性抜群。牛肉好きにはたまらない一品です。そうですね、かなりやっぱ他にあまりないみたいで、これが食べたいって言って来る方が多くてですね、売り切れてしまうと、ちょっと今日始まってきますみたいなことになってしまうこともあるぐらい、牛レアは人気ですね。チキンカツ南蛮丼は国産鶏むね肉を特製の南蛮だれで絡めてあって食べ応え満点。卵で閉じた昔ながらのカツ丼もあります。魅惑の牛丼です。続いては炭焼きで豪快に作る豚丼。やっぱり大好き丼メニュー。浜松市東区半田町にあるエモン。2013年にオープンした炭焼き豚丼とつけ麺の専門店です。男女は半々ぐらいですけども、若いお客様が多いですかね。大学生だったりとか20代のお客様が多いですね。ランチのおすすめはだし茶とセットになった豚丼ランチ。2種類使ってまして、肩ロースと、バラ肉。ロースは、赤身肉、バラは、脂が乗っていて旨味があるお肉になりますね。備長炭を使って豪快に焼き上げます。醤油ベースのちょっと甘いタレを二度漬けで炭火焼きで焼いております。炭の香りができるだけつくように香ばしい香りがするように焼いてますね。こちらが豚丼の並盛りサイズ。あっさりした肩ロースと油の旨味があるバラ肉が口の中で絶妙なバランスになるんです。作り方のこだわりとは、やっぱり焼き方ですね。やっぱり焼きすぎてしまうと水分が出てしまって硬くなったりとか、逆に焼きが甘かったりすると炭の香ばしさがお肉に移らなかったりするので、やっぱり焼き加減と焼くスピードですかね。途中まで食べたらだし茶で味変。魚介の和風だしが肉の旨味と相まって一層美味しくいただけます。続いては丼の底にも肉を入れた豚丼。
ご飯が 650g で、お肉が 300g 乗ってますね。で、タレが 100g 乗っていて、総重量で 1kg になるんですけども、それが特大サイズの豚丼です。お腹を空かせた学生がよく注文するんだとか。豚丼をとことん堪能できますよ。こちらはザーサイをトッピングした豚丼。細切りにしたザーサイを青ネギと、あえて、それが、丼の上に乗ってますね。またザーサイのその甘辛さとお肉がちょうど合って美味しいですね。シャキシャキした青ネギがアクセントに。そして今年から始めたのが月替わりの限定豚丼。今月はきのこクリーム豚丼です。しめじとエリンギを使ったホワイトソースのような、それが丼の上に乗っています。ニンニクを使っていてパンチのある豚丼になりますね。今年の2月から始めたんですけども、さっぱりした豚丼だったりとか、パンチの効いた豚丼だったりとか、その季節ごとにいろいろ豚丼を変えておりますね。見た目以上にニンニクが効いて、イタリアン感覚の豚丼に仕上がっています。豪快に炭火で焼き上げるレモン、テイクアウトもやっています。